はい、それでは中島さんですね、レンコンを作られて、はい、9年前に大家さんを通してそのアート展というか、はい、出会われたわけですね。高橋先生とはいつお会いになられたんですか？それから何年ぐらいしてから去年本当です治療館に行ってからだった？見えたの先に、うん、その前に見えてる。でね、それから4年ぐらい経ってくれたのかね、うん、何年ぐらい前？アート展を始めて2年前なんですよ。2年前アート展を始めて、でから2年前に高橋先生と初めてお会いして、あ、初めてあった、はい、でアート展自体を始められたのはいつからですか？うん、ですからもう6年、7年ぐらい、ね、7年ぐらい で、大家さんに、最初にアート展を聞いたのは、うん、9年ぐらい前なわけですよね。そのすぐ後に、うん、1ヶ月ぐらいやったのか、うん、この屋敷用の畑用のやつをやったんですよ。屋敷用って何ですか？畑用、畑用、あ、家の周りの畑、家の周りのアート展をかけたんですよ。あ、畑に、畑に、あの、あ、じゃあその頃も畑はやってらっしゃったんですね、はい、建設業の傍ら、うん、あ、やってみたと、そうしたところが、うん、こんな前にレンコンを作ったやつですよ。うん、前の田んぼにね、あの田んぼですね、あの田んぼにね、はいはい、今もないんですけど、はい、それ入れたらそのところが、その数メートルのところだけがですよ、生育が断面ついたようによかったんですよ。あとでも置いたところだけが異常に、結局エネルギーがはーそっき 電波していくじゃないですか。外です、アート展 を例えばここまですると屋敷周りに建てて外側、だいたい3メーターは有効ですという話を聞いてましたので、そのぐらい行ったんですよ。あ、それでその翌年からレンコンを始めて、うん、また新たに、うん、もうなかったもんですから、屋敷のやつを引き抜いて、あ、屋敷のね、うん、その畑用のやつを水田用にやっちゃったんですよ。レンコンをやるときにですね、うん、レンコン畑の、そうそう、畑用のやつで水田に設置したんですよ、うん、あのレンコンの水田に、でもその時にね、うん、ちょうど1本、2本、3本、4本、4本と入れるじゃないですか、うん、はい、四隅にね4本目、ポッと置いたら、うん、今まで吹いてた風が止まったんですよ、っていう音が止まる。へえ、これはさ、なんか不思議だな。いや、本当に。うん。ひょっていうような感じがね、耳のところこう入れた瞬間に、ひょっていうような音とともに、吹いてた感じが止まったんですよ。やっぱり、その流れが、ぎゅーって変わったんじゃないですか。面白い。ですからそういう感じ方をする人もいるし、うん、でも、まあ、一つはね、その感じ方の問題、うん、ですから、うん、アート展が人を選ぶというのは、はい、その人が持っている波動を、うん、共鳴するような感じなんです。うん、なるほどね、うん、で、じゃあ本当にもうレンコンをやり始めたと同時にアート展も、そう、もうそのレンコン畑に使って、そうそう、それで、どういった感じやってる、あ、で、あれですかね、無農薬。そうです。うちは、ちょっとね、肥料を持ってたんですけども、これ、今はもう。おお、これ取るの大変なんですよね。なんかね、もうえらいお金もかかるし大変だって。ねえ。おお、素晴らしい。私は農業はど素人でですね、何が何だか分かんないんですけど、聞いた話ではそのレンコンで無農薬っていうのはまずないと聞いておるんですが、どうですか？私それどうなんですか？日本では、はい、国内では、はい、おそらく4人、4人、4、5人ですよ。4、5人、なるほど。このジャスの、あ、認定を取ってるレンコン農家は4人、はいはい、4人でしょうね、え、全国で4人ね、うん、その中でも面積的にいけば、うん、この白石区に2人いるんですけども、はい、
まあ、同じ面積ぐらいですけど、はい、2人が日本一の面積を持っとるんですよ。あ、中島さんともう一人の方が、うんうん、その人がアート展やってないんですけど、うん、なるほどね。それで結局アート展の話に戻りますけども、はい、あの最初は増えてですよ。え、最初に増えた時、はい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 、朝4時から見に行ってたんですよ、うん、朝、うん、そしたらね、もう日に日にね、目を見張るように葉っぱが大きくなって、葉っぱがこのくらいの大きな、おお、大きな、なるほどなるほど、台風来たんですよ、はい、全滅、葉っぱ全部なぎ倒されてですね、はい、一本のこれ、うん、はい、それで、うん、どこにしたもんやろかって言って、うん、家見るかなんか、なんかしようかねって言って、大江さんのとこ行ってね、うん、言ったら、うん、そしたら一週間だったんですよ。うん、で明日からまたボコボコボコと葉っぱが復活しまして、で元通りに10日ぐらいでもう戻りました。へー、それ私ね、あのレンコン栽培したこともないんでわかんないんですけど、うん、通常はありえないこと。うん、もうあの時期に、うん、あのその時期が早ければあるんでしょうけども、うん、もう。うん、なんて言うんですか、あの何月で最後 の、うん、あのもう熟成する時時期に、うんうん、もう普通のレンコンやったらまだありえんです。ですから、うん、これはね、うん、やはりアート展なのかなと、うん、で食べてみたんですよ、はい、スイカロって、その時ね、みんな食べる、うん、そしたら味が全然違うことですよ、うん、レンコンみたいな、レンコン自体のね、はい、色が真っ白くてですね、うん、その時の写真が今の大和肥料の、うん、ホームページに載っとるかな、あ、最初のレンコンなの、へえ、なんかきんぴらかなんかした写真がですよ、うん、大和肥料さんのあれに載っとるはずです、うんうんうん、なるほどなるほど、あのじゃあ約9年前に、あ、7年前か、うん、にあのレンコン始められて、あのどんどんその畑が広がっていらっしゃる、そうそうそう、広げてる、今約3丁3丁分、おお、広いですよね、ですね、あ、最初は1枚やったんですよ。一枚ってのは何ですか？一箇所だったんです。一箇所ね。あ、今5箇所なんです。おお、5箇所。え、ちなみに中島さんは今おいくつ？今で60。あ、60歳。うん、ああ、でもお一人でやってるんですか？いや、息子と二人で。ああ、息子と二人で。うん、へえ。違うっていう話で。へえ、いいですね。いいですね。親子仲良くやれて。羨ましいですね、後継ぎがね、今農家あんまり難しいという時期に、うん、それでやっぱりね、その結局そのアート店でやったら食べるでしょう、はい、全くわからない人に食べさすでしょう、うん、美味しいというですよね、うん、そうですね、試しにね、メイが高校生の時に、はい、農業高校やったんですよ、ええ、で品評会みたいなのがあるんですよ、うん、農業高校の、うんうん、そこでいきなりですよ、はい、ボーンと原稿出しちゃったんですよ、はいはい、持たせちゃったんですよ、うん、そしたらまあいろいろその中には役員が、はい、レンコン作ってみたいしてあるんで、それでも2番だったんですよ、うん、いきなり持って行って、なるほどね、でね、まあ大きさはね、うん、うちのとこ大きかったんですよ、うん、それでもやっぱり役員さんの中で中で作り寄るもんですから、うん、やっぱそこら辺があったんでしょうね、うん、で商談